ゆっくりしていってね。あ、ちょっと、早速だけど、霊夢ちゃん黒カレー作るよ。いや、何してんの？あ、これは、スープの出汁に使う人参を取りに畑に行ったんだけど、もうばあちゃんに穿されて、1本も残ってなかったから、一瞬まだ残ってないか探しているところを、捨てる人参の再利用ですな。ゼロ円食堂かよ。全然食べれへん、芯残ってから。買って。喋っているのは私の母です。うちの口の悪い霊夢のモデルになっています。あ、煮物に聞こえたけど、食べれへん。My grandmother.She is 85 years old. かまどに火を入れてくれるらしい。私一人で作る予定だったけど、ばあばまで出てきちゃった。火力強すぎー。蓋、開けられない。強すぎる。よーし、おかず怖くて開けれない。あ、燃えてもいい服装なので、そださ。マジでダサすぎる。ばあちゃん、この格好見て、なんて言ったと思う。さあ、まあ、ブシェイクなら。いや、ばあちゃんももんぺじゃん。おっと、話を料理に戻そうか。何してるの？これは、カレーのスープの出汁を取ろうとしているところ、くず野菜や香りのある野菜を1時間ほど煮込むのだ。本当はタコ糸で縛るんだけど、タコ糸がないから、そのまま放り込むよー。ダサすぎるー。入れた野菜は、セロリ、パセリ、玉ねぎの皮。玉ねぎの皮は茶色が出るから、黒カレーにたっぷり使いたかったのよ。これに玉ねぎの皮にはケルセチンというポリフェノールが含まれており、抗酸化作用が強く、血管の病気の予防につながる。人は血管と共に老いる、とどっかの偉い人が言っていたけど、血管を若く保つこと。おばあちゃん、カメラの存在に気づいてますか？全然気づいてないよ。はい、1時間弱火で煮込むよ。具材の準備をするよ。みじん切りが面倒いからフードプロセッサーにかけるよ。まずはニンニク。これも外でやってるの？うん、音でわかると思うんだけど。いや、わからないから。いつか、猫車の上でやってるよ。はぁ、猫車。ここはまな板もないから、包丁で切りながら入れてる。はい、良い子の皆様は真似しないでね。この人参はさっきの人参と違って、スーパーで買ってきたやつです。お次は、リンゴ。これも、ビーンするよ。全然映えとらへん。映えない。全然映えとらへん。食べ物を作ってるように見えんわ。何パンじゃん。筋肉の準備するぞ。塩を振ります。牛すじ1キロ、これはきっと美味しいわ。安い赤ワイン、もみもみしてね。小麦粉をまぶす。肉の旨味を閉じ込めるよ。もみもみしてね。1時間煮込んだスープね。紫玉ねぎの皮も入れたのね。ちょっと味見を。あ、塩欲しい。てか、後味苦い。玉ねぎの皮を入れすぎたからかも。 OMG、 食べるものでかろうね。まあ、確かに変な色してるわ。ひで、食べるものです。ワインみたいな色してる。味はともかく、ポリフェノールはたっぷりよ。老化予防にどうぞ。希釈で救うから美味しくなさそうなのよ。かまどが熱かったから、ばあばが希釈で移してくれています。おー、さすがおばあさん。そうよ、そのために頭がティートンで量が少なくなったから、一気に移します。わお、なんというまがまがしい色なの。これはもういらんのじゃろ。はい、いらないでございます。失礼。ほいでございます。このおばあちゃん頑張るわね。何も言ってなくても助けてくれるんだ。一日中引きこもっている私よりよっぽど元気。ありがとうございます。すぐに手を置いてくよ。焼き窓で焼いて、軽く焦げ目をつける。中まで火を通さなくてもいい。後でじっくり煮込むからね。10人前なので量が多い。うん、まあ、こんなもんか。さっき取ったスープを1リットル鍋に入れる。これで分量ね。かまどは蒸発するから、気持ち多めに入れる。さっき焼いたすじ肉。ギャオーギャオー。葉っぱ、鍋に残っていた焦げをスープで溶かして入れる。黒カレーだから焦げた色が必要なのね。醤油こと、おっと、赤ワインを入れるよ。はい、どうしようか。うん、やるもんじゃな。できる。そうだよ。ワインに餃子あるね。はい。どうしたの？画面に映ってるのは誰？私の母。かまどの火が消えていたから、つけようとしているところ。松葉を入れておけば、自然と再発火するんだ。
いもよ。いいもよら。今までなんとも思わなかったけど、文字にすると鉛の癖が強い。皆さんに通じているかな？あ、大丈夫よ。大したこと言ってないから。それもそうね。肉を1時間煮込む。よいしょ。お次はカレー粉を炒めるよ。これもカレーを黒くするための作業。でも、真っ黒に焦げたら香りが飛んでしまって美味しくないから、気をつけてね。しかも、目を離してるとすぐに焦げるのよ。と言いながら、ちょっと洗い物が溜まってるから、洗ってくるわね。いや、言ってるそばから目を離しとるー。焦げました。おわ、めちゃくちゃ煙出てるじゃないのー。焦げてたい。ちょっと霊夢ちゃんカレーが台無しじゃない？混ぜれば大丈夫よきっと。いや、見た目は大丈夫だけど味は焦げてるでしょ。よし、次行こうか。むっすーな。大量の玉ねぎを炒めて飴色にします。紫玉ねぎだから、飴色にはならないでしょう。とにかく、茶色っぽくなるまで炒めるよ。いいえと。もう全然入れちゃおう。炒めるってレベルじゃねえぞ。量多すぎて、炒まらない。強火で一気に水分を飛ばす作戦でいくぞ。30 minutes later。母と交代しながらなんとか水分を飛ばしたよ。飴色というか、なんというか、これ何色？コーンビーフ色？まあまあいい色になったので、ニンニクと生姜を投入。なんとなく、東南アジアの料理を作ってるみたいだよ。みんなは普通の白い玉ねぎで作ってね。粉砕した人参とリンゴも入れていくよ。量が多すぎて混ぜにくい。もはや、炒めてないもんね。混ぜてるって感じ。絶対火は通ってないよ。後で煮込むからOK。アピールポイント、アピールすんだよな。仕事順調なんですか？順調です、順調です。ほら、今もこうやって頑張ってるじゃない。これが仕事なんですか？これ仕事ですよ。音声入れなくていいんですか？音声後から入れるからいいよ。音声、バッチリ入ってるわよ。あ、私ヨーグルト買いに行かにゃいけんのだった。え？ヨーグルト買い忘れちゃったよ。でへ。ヨーグルティー。買ってきてよ。貝が入りそう。あん、ダジャレかよ。先ほどの炒めた野菜とカレー粉を入れる。帽子の人は何してるの？かまどの火が消えたから、また火をつけようとしているところ。この日は風が強かったから、油断すると、すぐに火が消えちゃう。弱火でじくじく炊いているから、消えちゃうわよねー。この親子は、割と火をほったらかしにしているからそりゃ消えるよなって感じ。黒くないけど、カレーっぽい。1時間煮込むので、その間にヨーグルトを買ってきます。おぉ、混ぜる？もういい感じ。ブチブチしとる。ヨーグルト買ってきたの。チャリンコで買ってきましたぜ。ブルガリアヨーグルトの半分を入れる。蜂蜜タラリー。もこみちさんリスペクトで、高いところから入れております。ん？何にも見えねえ。何か入れた。チョコレート7枚。え、そんなにも？全部ゴミ燃やし。え、これ燃える？燃えるわ、もう紙の子。混ぜて。あ、熱い。熱い。おかーん。どうした？ウスターソース入れる。味見してみましょう。感じ？あー。なんか何かが足りない。あ、コンソメ入れてねえや。ドラえもん。だし。いや、あ、でもなんか辛いね。辛い？ピリピリ。ピリ辛。カレー粉じゃない。何か。カレー粉？カレー粉だろ。コンソメ入れて、辛かったから、リンゴ一つすりおろして加えたよ。辛さはお好みで調整ね。ばあちゃんも食べるから辛すぎないようにするよ。もうこれ黒カレーじゃなくなるな。さらに、ヨーグルトも入れてまろやかに。マジで黒色から遠ざかったー。カレーって、複数人で混ぜたら、もっと美味しくなるらしいよ。いや、それポケモン剣立てだけだからー。まあ、プレイしたことないから知らんのだけど。あれ、でも今、カレーキャンプしてるみたいだね。ほんまやー。辛くない。煙が。なんかよくわからん味になった。複雑な味だ。複雑な味になったよ。辛いような、甘いような、薄いような、そうそうそう、濃いような、なんて思う。あれ、後味カレー。最初はなんか薄っと思うんやけど、そう、大丈夫かこれ？全然、断然薄いじゃんって思ってたんだけど、薄っと思ってた。薄っと思ったら、だんだん辛くなってくる。いろいろな味がある。よいしょ。じゃあこれで煮込みますか。まあいろんなレシピ試してみよう。まあ今日は塩味テンプで。あ、これダメなやつですね。
ローリエ取るよ。合計4時間ぐらい煮込んだわね。やっと完成、さっさと盛り付け。霊夢ちゃんを可愛く作ってよ。最大限の力と時間を使って存分に私の可愛さを表現してちょうだい。圧がすんごい。リボンは福神漬け、安いやつが赤色が綺麗でいいですよ。これは業務用スーパーで買いました。顔の横にも乗せていくよ。レースのひらひらの部分はご飯粒を乗せる。箸で慎重に乗せていく。目、口、眉毛はのり。箸で髪の毛を伸ばして口の中も福神漬けを入れる。完成。なんか顔が白くて正気がない。はい、やり直し。ということで例の着色からやってくよ。カレー粉、食紅をちょっとだけ加えてよく混ぜ混ぜ。チンパンジーか宇宙人みたいな声がする。黄色の着色料も少々。はい、炊けました。ちょっとピンク色になっちゃいましたが、初めの真っ白よりはいいでしょう。さっきは適当に盛り付けましたが、今度はしっかり叩いて皮を平らに整形します。カメラが近すぎて全体が映ってないじゃないのよ。しかも角度が横からってどうなの。わかりにくいでしょうが。あらら、次回は気をつけるわ。福神漬け丼、白ご飯をポンポンポン、切った海苔もポンポンポコポン。完成。いきなり完成した。そして早々にデコピ割れる。逆光かわいい。バカ感想よ、暇なく食われる。ああ、私かわいいよ。黒カレーではないけれど、見た目はいいんじゃない。可愛くできてよかったなり。味は美味しいんでしょうね。味見の時は散々だったけど。これは一晩寝かせたんだけど、一晩寝かせたら、味が落ち着いてすっごく美味しいよ。カレー粉が焦げたせいか、カレーの味が弱くなってるかな。旦那は、デミグラスソースみたいだぞ。って言ってた。リンゴとヨーグルトが2倍入ってるから、意外とさっぱりしていて美味しい。福神漬けがたまらなく美味しい丼。俺はご飯対カレー対福神漬けが1対1対1の割合で食べれる丼。福神漬け多すぎ。ああ、かわいい霊夢ちゃんが。お肉は箸で切れるくらい柔らかい。ねがー。それはそうと、これはおいくらでできたの？今日の材料費は3600円。玉ねぎやレイは実家で育てているから含んでない。これは10人前ね。筋肉が一番高い。2000円かかった。ごちそうさまでした。ツイッターで霊夢ちゃん黒カレーをアップしたら1793円ね、もらいました。ありがとうございます。霊夢ちゃん可愛いから当然よね。ツイッターでは時々飯テロしています。フォローよろしくね。それでは、また次回。ご視聴ありがとうございました。